Good morning! おはようございます。今日はこれからお仕事で京都に行ってまいります。新幹線に乗ってですね、またいろいろ動画とか写真とか撮りながら行ってきたいと思います。はい、ありがとうございます。今回はですね、結構仕事のスケジュールが割とかなりゆとりがあるので、その合間にですね、ヨガ的京都観光をねしようと思ってるんですよ。とにかく何したいかなって考えたら、不自然に触れたい。もう暇さえあれば私は自然に触れてるので、気分この直感に従っていこうかなって思ってます。新幹線で結構ね、今に宿泊券絶好のチャンスでもあるんです。ちょっと音聞こえるかな、私の声が。ずっとね、こうガーっていう音が鳴ってるでしょ、新幹線とか飛行機とかね。その音にこう瞑想みたいな感じで目を閉じて、こう深い呼吸しながら音にだけ意識を持っていきやすいんですよ。マイベルです。今に意識を持っていきやすい場所。そう、あとは外の景色を見て、あ、綺麗だなみたいな。そう、今の景色が綺麗だなって、綺麗だなって思う、今の気持ちを味わうみたいな、そういうことがね、結構新幹線もできますね。あと、本当にもうどこでもできるけど、鎖骨の下あたりのさ、ここら辺、あばらがずっとね、上まであるじゃない。その間に結構筋が固まってる、固まってるんですよ、ここら辺が。そう、そこをね、ぐっと押してくる。ちょっと、あっ、ここら辺って、やっぱり、ここにハートがあるから、いろんなね、感情が溜まってたりするんですよ。息吐きながら、ずっと座ってるからね、長時間。そう。そしたら、その、こう、溜まってるさ、単純に溜まって、こう、硬さになってる部分をリリースしていくことで、あーって気持ちくなるじゃん。その気持ちさに味わう。体が、あーって緩んでいくところをまた味わうとか、そう、いろいろね、新幹線は味わうスポットがたくさん。猫背の人もここがね、ここが固まっている人が多いから、っていう感じもいろいろありますね。鎖骨のこの下のことかもね、いいですよ。上とか、出発よし。
ポイント帳、うん、いやこの街並みが京都ですね。昔ながらのこうさ建物というかさ、東京でとかまあ全国で知ってるお店とかでも京都にあるとちょっとこうね京都らしいじゃん。こういう昔ながらの建物がなぜか自分もそういう場所で育ったわけじゃないのにこう落ち着くっていうね DNA なのかな。そんな得意じゃないからさ、みんな勘弁し食べるの好きなのよ。美味しいですよ。でそしてもう午前中にぐらい食べないと私はもう絶対もう寝れなくなってしまうのでカフェインが強いで、はい、ごめんなさい。私はどうしても濃すぎるのが苦手ということで分けてね、特別に作っていただきました。本当に美味しいんだ。私結構こんなコーヒー派なんだけど、パッてコーヒーまあいつもさ飲んで飲んでるインスタとかでもみんなストーリーとかで見てくれてると思うけど、いやちょっと毎朝この抹茶に変えたいなってくらいいいね。こうあの本当にこだわってるものをこういうこうカジュアルな感じで提供してくれるみたいなことを書いてる、うん、今をちゃんと押しまくってかけてっていうコンセプトいいよね。Thank you.
今東京に戻っております。帰りの新幹線です。やっぱり何が良かったっけ、もう感動していないぞとか、なんだろうな、何か食べながら、例えばその旅行中に何か食べながらでも、あ、次はここ行って、もう、あ、何々してるとか思ってたら、これは五感を使えてないわ。そこが、もうこれ、ここすごいヨガ的に。例えば、観光名所行って、観光名所行って、その、なんか、作業的に、じゃなくて、もうすべて、道中すべて、今を感じて、あ、五感をするに働かせて、でもね、結構無意識に皆さんやってると思う。だから、こう、無意識にみんなやってるから、旅行とか、なんかそういう、五感をね、働かせるところに行ったら、やっぱりリフレッシュするって、そういうことなんだな。こう、そう、マインド使わないで、感じてるからだよね。そういう意味でも、旅行に行かなくても、こう、意図的に五感をフルに感じる、日常の中でも結構できるから、そう、マットの上だけがヨガじゃなくて、めちゃくちゃ楽しい。よく楽しめるよ。どこでも楽しめるよ、本当に。そう、ね、その気分を味わう。気分を味わいます。マスターを、ちょっとやってます。では、7日目、京都でした。またね。バイバイ。